さやぴ久しぶり。久しぶり。久しぶりかな。いえ。久しぶりだもんな。気もするけどな。うん。あのな、さやぴと一緒にご飯食べながらさ、うん、撮ってた動画あるやん。うん、あれ結構みんなな、あ、よかった、来てくれてな。ほっこりしたって。そう、言ってくれてさ、そう。さやぴやっぱあの、おしゃべりセンスあるわ。ないよ。そう、楽しかったもん、くんも。ほっこりしていただけたでしょうか。大丈夫やか。ありがとうございます。今日もほっこりしていきましょう。ちゃう。え？ちゃう。ちゃう。じゃあ最近の、うん、さやぴのハマってるもの何？ハマってるもの？うん、大富豪。大富豪？なんか最近イベントとかでカードゲームする。うん、あ、はいはい。とか増えて、うん、のメンバーだけのさ、うんうん、ルールとかあるな、あるやん、うん、それを、うん、サクさんが帰ってきた時教えてくれて、うん、で、まあ、イベントとかでやって、うんはいはいうん、そこから大富豪にちょっとハマった。え、例えばどんなルールがあるの？墓地に。墓地？墓地に、うん、9やったら、うん、何墓地？墓地に行くみたいななかった？知らん。え、やってへんの？やってへん。えく、あの矢切りと、うん、あの知ってるやつはあのいつもやるのは矢切りしかないけど、うんうん、知ってるのは階段と革命と J バック、うんうんうん、と またの名をイレブンバック、うんうん、でぐらいしか知らない。え、なんか墓地っていうのを名付けて、うん、置くねんみたいな。置いたらどうなの？あ、え、じゃあ9は墓地から戻してくる、うん、あの墓地っていうのは、うん、あの場外ってこと？そうになったカードが、うん、から絶対取らなあかんって。え、ってことはさ、うん、あの7来て次の人が9出したら、その9出した人がその除外されたそのやつから、うん、適当に何でもいいねんけど、うん、あるカードの中から選んで、うん、自分の手札に加えなかった。1枚だけ？そう。あ、1枚だけ、うん、でも9が2枚やったら2枚やしみたいな、うん、あー、なるほどね。そうだね。へえ。だからジョーカーあったらいいけど、うんうん、3とかしかなかったらってなる。あ、そういうことね。あ、なるほどね。ああ、そういうことか、うん。確かに、ジョーカーあったら、え、じゃあ、9を出したら、その下のやつが全部なくなるというか、一緒に行ってってこと？うん、うん、続く続く。あ、そういうことか。そう。7渡しとかわかる？わからん。7のカード出したら、隣の人にカード渡すねんけど、うん、それが自分になるみたいな感じ。9出して、うん、自分で回収してくるっていう。カードが増えんねん、まあ。なるほど。そう、そんな感じかな。どういうこと？いやどうしたらいいですか、皆さん。まあ、またやろう。またやろう。二人で大富豪？いや、ちょっと言えな。ルール分かってくれなさそう。え、あれは？あの、豚の尻尾って言って回すやつ。知らん。知らん。え、知らん、みんな。え、豚の尻尾って、なんか、豚の尻尾。あ、そうそう。いや、知らん。え、じゃ、なんか名前が違うだけかもしれないけど、あの、みんな4枚ずつ持ってないカード。で、あの、豚の尻尾って言って、隣の人に渡すね。まあ、左でも右でもいいけど、うん、こう、みんな1個ずつ渡していくんだけど、自分のカードが4444みたいな、あの、こんなのに。数字が揃った。そう、数字が揃った人が、うん、勝ちで、真ん中に景品みたいなのが置いてあって、うん、で、揃った瞬間にバッて取って、うん、その、誰かが取ったら自分も取るね。他の人もみんな。ああ、取りに行かなかった。そうそう。で、5人おったら、4つしかないから、うんうん、取られへん買った人が負けて、取った人がもらえるっていう。イストリゲームみたいな、そう、そういう感じ。で、1人が、その、音源止める人みたいな役割をしてんの。あ、そういう感じ。ああ、大丈夫。で、その取るときはブヒブヒとか言うの？言わない。そこまで忠実じゃないやろ。じゃあ、普通にパッて取るだけ。豚の尻尾、ブヒブヒみたいな。言わんよ、言わんよ。ちょ、言った方が絶対楽しいよ。言った方が楽しい、うん、え、自分でやってみよう。じゃあ次やるとき言うわ。ブイブイって。よかった。いやんやと思うねんけど。いやいや。え、じゃあさ、もしさ、うん、じゃあ取られへんかった人はどうする？ブー。なるほど、あのブイング？そう。ブー。そう、泣くねんで。あ、なるほど、ブー。わかった。よくね？採用するわ。みんなも豚の尻尾やってね。やってね。豚の尻尾絶対、え、関西だけとか食うの、この地域性のゲームなのかな。京都はない気がする。なかったか。さやかの地域がないかもしれんけど。一回もやったことない。ね、マジで？え、あれはほんちゃん、あの、タッチはデンっていう。鬼ごっことかでバーってやってデン。
言わんの？言わん。言うやん。ダッチーかな。マジ？ミーミー。ミーミー？これ中期。中期。ミーじゃない？ミーミーっていう。ミーミーって言ったらどうなる？バリアと一緒。ああ、うん、クーたちは中期とバリアがあってんけど、バリアするときはバリアってやんねん。もうこの範囲ですっていうさ。激しいんや。バリアね。バリアね。助けてください。こっちがバリアです。ミーやった。ミー、うん、全員ミーの？うん、だから、うん、ミーミーミー怖い感じやったかな。マジ、うん、ミー踏まれて初めて聞いた。あとさ、さっきなんかさ、最初はグーじゃんけんぽいリリンのリーってあれなんなん？右右右右右右回り、 右回りリリンのリーとか。それや、右回りや。何が右回りなのこれ。え、じゃんけんで一人になった人から右回りですよっていう、はいはい、何が右回り？ええ、リリ、え、右右右右右右右回り、リリンのリ、うん、リリンのリってやったら、セイカが勝ったとしたら、うん、セイカから、うん、あのこう右回りでカードゲームしますよっていう。そうだね、うん、知らんかった。マジで最後までじゃんけんしんでいい。あ、そういうこと。え、一人になったら OK みたいな。へー、それ採用しろ。ね、なんか時計回りとか言われてもちょっと分からへんね。時計回り怖いもんな。そう、なんか、え、え、右左みたいになるから、あ、じゃあ右回りねみたいな。じゃあこれは左左左左左左回り。ちょっと言えへんな。左左左左回り。左でリリンのリやんか。で左左左左で左リリンのリってできるかな。ちょっと嫌。長い。長い。可愛くない。可愛くなかったか。じゃああれは、あのじゃんけんホスホスどっち出すの？あ、こっち出すの？かった。じゃんけんぽいぽい。ぽいぽいじゃない、ホスホス。ぽいぽいやし。え、ホスホスやって。どっちでしょうか。どっちでしょうか。でもじゃんけんほいほいの人もいるよな。あ、いる、うん、多分ほいほいが主流やろ。ね、ちょっとほーにしちゃったんや、セイパだ。え、ホスホスしか知らん。え、でも地域性じゃない、これは。あ、これも多分地域性やな、うん、あ、なるほどね。地域のゲームどうする。地域でさ、あの、うん、沖縄とか出たら。沖縄、いや、なんかやばそう。くーちゃん沖縄から来た人みたいな。大阪出身やのに沖縄やったみたいな。あー、そういうことね、うん、でもなんか多分くーも結構あの大阪出身やけど、これこうやんなみたいな言っても、うん、大阪の人もえみたいな時ある。え、そう。じゃあそれはくーちゃんの常識がずれてるんじゃない。そういうこと、うん、やばい。他なんか言って、こういうゲームあるわみたいな。でも最近それこそ、うん、サクさんがハマってくれたんやけど、うんうん、静岡将棋それ。あれな、東京でもめっちゃやってんねん。クロチ練習してくれてんの。やってね。じゃあオフ会でやってんねん。え、どう。あの、結構いい。結構いい。しかもめっちゃむずいね。やろ。逆にな、あの、あれさ、塩塚って言っちゃうから、うん、じゃあ逆に塩塚って言うのあかんでって言ったら、あの、静岡って言えんの。うん、逆に、すごくね、それ。ちょっとここ今二人でやろう。え、静岡って言われたら塩漬けやんな、うん、静岡塩漬け二人でやったらさ、二人でやったらさ、うん、永遠に同じ単語で終わるやん。あ、そっか、うん、え、じゃあ逆に3人以上しないと塩塚と、静岡家っていうゲームな。でもずっとさ、同じ言葉でしか言わへんで、うん、一緒か、うん、3人以上でお願いします。そういうゲーム3人以上でお願いします。流行ってるじゃん。流行ってる。そう、あの、ゲームばっかりやってる。なんか、さやかが伝授したのがこう広まって嬉しい、うんうん、そう、さやぴもすごいあの面白いから、なんか、え、なんそのゲームみたいな、うん、そう、最初全然みんなしてくれへんくて、うん、なんか、サクさんだけめっちゃハマって、うん、で、まあ、みんなもまあやってくれるみたいな感じだったけど、うんうん、多分これからはみんなもやってくれるのかなって。そう、最初になんか車の中やんな。そう、やりにくかったんな。じゃあね、車の中でさ、さやぴがさ、ねえねえ、静岡静岡塩漬けゲームしましょうよみたいな。もうみんなもう乗り気じゃないよ。なんでよ、盛り上げてんねん、こっちは。じゃあ今となっては多分みんな乗ってくれると思う。あー、ルールが分かるからな。そう、あの時はちょっと難しそうやなって思ってたから、ちょっとうんってなってたかもしれんけど、うん、今はみんな乗ってくれる 100%。 じゃあちょっと、うん、今日やるわ。今日のやるやる、うん、絶対やる。分かった。じゃあ負けた人どうする。負けた人は、うん、静岡県のモノマネ。例えば静岡みたいな。これ静岡の地形。
あ、そうなの。こんなんじゃない。横長やから。金魚。うん、違う。あ、違う。金魚かなどか。近々。静岡県のあの形。え、静岡ってさ、え、カンガルーじゃない。違うよ。あ、金魚か。え、金魚じゃない。知らんよ。え、知らん。そんな風に覚えたことないもん。金魚の形が静岡ですって覚えたことある。ま、カンガルーが神奈川。え、ちょ、調べてみて。え、うん、あの神奈川、ちょっと間違えた。あの、で調べて。静岡金魚。静岡金魚の形。ほんまや。ほら、ほら、金魚の形。ほんまや。そうだね。え、じゃあ会ってみやん。ほら、金魚。金魚。金魚。昔金魚飼ってたことある。僕も飼ってる今金魚。飼ってんの？うん。そう、3匹おったけど、今1匹しかない。せいかは、水変えるときに落としちゃって。え、うん、ペチペチ跳ねちゃうやん。跳ねちゃう。うん。なのプトって落としちゃって、あーってなった。どうしたん？え、水槽にプチャンって入れてあげた。よかった。でも、かわいそうなことしちゃって、うん、ちょっと悲しかって、うん、それから金魚飼わんとこうと思った。生き物飼うと悲しくなる時が来るから、そうだね、そう、飼いたくても飼えへん。そうだね。まあ、さやぴはあの生き物を大事にしているということが分かったところで、あの動画締めたいと思います。はい、それでは、さようなら。ほのぼの。